この CW メソッド、緑道メソッドというこの、考え方、あるいは講義は、その目的は自分が自分らしく生きて幸せを勝ち取るというその方法は脳にありますよ。それを読んで自分で勝ち取ってくださいというそれなんですよ。でそれをずっと歌えてるんであって、病気症状が専門じゃないですよ。まあ生まれて、まあ、小学校前の子供でさえ自殺もしますから、5歳6歳でもいろいろ考えるっていうことができるわけですけど、まあ、小学行けば当然にそうですけども、自分って何だろうっていう疑問がもし小学生前でも小学生でも持っていれば、じゃあその疑問を誰にぶつければ答えが出るのかと、親に聞くのか学校の先生なのか、まあ、友達に聞いても分からないと、一体どうしたらいいのかで、テレビを見たりいろんな本を見たりっていうことで情報を集めようというような今パソコンがありますから、で集めようとするけども、じゃあそれが本当に自分の答えなのかということに関してはやはり自信がないですよ。どんな情報でもやっぱり自信がないっていう中で、じゃあどれが自分に正しい情報なのかという検査ができれば、まあ、いろんな情報が役に立ちますから、それができればそれは便利ですよ。その時にどれが正しいのかとっていうことを誰が決めるのか、自分が決めるわけですけど、普通はだから常識とか知識とか先入観で決めてしまうわけですよ。その結果がうまくいかない。だそういうものは信用できないで、自分が揺るぎなくこれは間違いないんだといわゆる何か持ってればそれはいいんじゃないかと、私がそうだったんですよ。ずっと小学校の時からそういうモーダルもたくさん持ってましたけども、どこにも答えがなかったんですから、それをずっと求めたんですよ。じゃあ脳の情報を読む、読脳という言葉になったわけですけど、で読脳つまり自分が質問あるいは知りたいと思った時に間違いなく体は反応してるんですよ。いろんなところでそういう反応するっていう元になっているところ、つまり脳の情報、脳のセンサーを直接自分がキャッチすることができれば、それはもっといいだろうというので、私はそれを指導しているんですよ。それをやっていく中で、まあ、先ほど言った病気症状とかどこ行ってもよくならない、特に自分のことであればもうどこ行ってもよくならないということは知っているわけですから、そういうものに対して自分の中から出てくる答えによってその通りにして良くなったというものをたくさん持てば、多分自信が出てると思いますよ。自分の情報に対して、自分の読めていることに対して、そういう能力をつけましょうという、それが目的です。だから人の役に立つことをしたい、求めること